この大会の開幕試合、左に東本久樹、 K1 ジム相模大のクレスト、右にチームオールウィン松本亮がプロデビュー戦です。この試合は3分3ラウンド、延長1ラウンドで行われます。1ラウンド中3回のダウンでノックアウトとなります。3ノックダウンシステムです。放送の解説は石川直樹さん、そして浦部博隆選手、さらにアルコ&ピースの平子祐希さんです。お三方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。第1ラウンドが始まりました。青のグローブサウスポースタイルが東本久樹、そして赤のグローブは松本亮雅です。まず浦部選手に伺いたいところですが、東本はチームメイトですね、はい、そうですね、久樹、まあ、負けがついてるんでしたっけ、今2連敗というところですよね、はい、でちょっと相手も若いですよね、相手の松本選手、はい、18歳です。ちょっと負けられないですよね、ここで。まあ、この試合カードが発表されたのがわずか5日前というところで、はい、石川さん、はい、あの松本の方からしますと、これはプロデビュー戦が本当に準備が少ない段階でというところですね、はい、そうですね、でもあの多分2つ返事でデビューしてます。あの受け入れたんじゃないですかね、うん、いや絶対僕だったら受けますもん。もうこの急な試合であっても、うん、はい、準備ができてればですね、いつでもリングに上がれるっていうのがコンディションにしてるのはプロですから、ええ、まあ、もうその時点ではデビューしてないのでプロではないですけど、再開します、ね、5日前でスクランブル発進できるそのコンディションだったりっていうのはすごいですよね、はい、ここがローブローがありましたが試合は再開されています。浦部選手、やっぱりただそのあたり松本の勢いっていうのはこれちょっと怖いですよね、はい、うん、怖いですね。で、さっきはやっぱこう攻める姿勢っていうよりはちょっと負けられないっていう気持ちがやっぱ強いと思うんで、ちょっとどうなるかなっていう感じです、はい、どうしよう、やっぱちょっと硬くなるような部分も出てきそうですか。硬くなる部分もあると思いますね、はい、大ちゃんと、あ、パンチは鋭いですね、赤のグローブ松本亮が。サウスポースタイルは東本です。さあ平子さんにちょっとお話を伺いたいですが、はい、まずこの試合始まってまずどんな目で今は楽しんでいらっしゃいますか。やっぱり東本選手からすると勝って当たり前という目線で見られているプレッシャーって大きいでしょうから、また普段とは違った硬さが出てこないといいですよね、うん、今まさしくその浦部選手がお話になっていたようなことですよね。で、松本選手からするともう転がり込んできた大チャンスもただもうぶつかっていくっていうね、勢いは絶対にあるでしょうから、もうローキックもやっぱ強いですよね。いや今のもかなりバチンと思いっきり蹴っていきましたよね。一発で終わらない要素ありますよね、ワン、ツー、スリー、フォーまでつなげていく。確かにそうですね、今のパンチの回転も早いですね。石川さんどうですか、この技術面、松本の、はい、どうご覧になりますか。あのまず勢いがいいですね、はい、うん、あと有効な攻撃力もあると思うので、はい、本当に東本選手が気抜いているところは生まれたらピンチかもしれないですね、危ないかもしれないですね、はい、とにかくね、松本選手にとってはチームオールウィングがね、今兄貴分であるね、ところに アンポルキアが K1 チャンピオンになったばっかりですから、ね、憧れの存在が隣にいるっていう、ね、その憧れの存在のチャンピオンがセコンドについてるっていうね、もう本当にもうねすごい心強いですし、うん、いや前蹴り強烈だ、平子さん声が出ましたね。前蹴り早いし強いですね、膝から先の使い方がムチみたいにしなりましたもんね。今のも上手ですね、まあ、あれはアンポルキアも得意としているような蹴りですね。さあ左のロー残り10秒、これはダウンか、いやダウンではない、ただ今右の拳、松本鋭かった、右のストレートありました。さあ残り10秒切ったところ、ここでゴングとなりました。クラッシュファイト103第1試合をお送りしています。東本久樹対松本亮雅の一戦です。今日デビューの松本亮雅、石川さんなかなかいい選手ですね、はい、いい選手ですね。この東本選手はね本当にクラッシュ K1 のリングでもかなりね活躍してる選手ですからね、はい、それを食ってやるっていうプロとしてふさわしい気持ちメンタル持ってますよね。ラウンド2、
第2ラウンドが始まりました。ダウンにこそなりませんでしたが、いい右のストレートがあった赤のグローブ松本涼が、対するはサウスポー青のグローブ東本久樹、チームメートの浦部選手、広高選手、はいはい、第1ラウンド東本の方はどうご覧になりましたか。そうですね、松本選手基本ができているんで、バランスが良くてとてもうまいんですけど、だこういう相手を潰すときってやっぱこうなんていうんですかね、ある程度強引にいかなきゃいけない部分があると思うんですよ。気迫でいくっていうか、テクニックじゃちょっともしかしたら、ま、負けてるかもしれないです、今の時点で。それだけ高いものを松本の方にはある、持ってますね、ベースがすごいできてるんで、だから久木にアドバイスするとしたら、もう技を潰すような強引さが必要ですよね。あの東本の方はこの前に入ってのも左のパンチだからすごく早いですよね。早いですね。そういったのここ出てくるでしょうか、その強引に潰すような形。はっきり言って、強い気持ちを持てば、まあ、このぐらいのパンチとか効いてあったら耐えられると思うんですよね、木崎も。だからある程度ちょっともうちょっと強引にいっていいかなと思うんですけどね。浦部選手のシビアな解説がもうすごいですね、でも確かにそうですね、警戒しすぎかもしれないですよね、もうちょっと思い切っていって、もう多分東本選手の実力なら、崩せるじゃないかなというキャリアの差がありますからね、ここは引導が下腹部に入りました。いや平子さん、このチームメートからの解説となると、やはりなかなかまた聞き応えがまた違いますね。そうですね、でもやっぱり5日前に変わったっていうところで、東本選手もある程度1ラウンド見てた部分もあると思うんですけども、松本選手デビュー戦にしてこのサウスポーにもあまり苦手意識がないような感じしますよね。そうですね、いや前蹴りいい、顔面捉えた、左の前蹴り伸びていきました。まあ、この試合はもともと林翔太選手と対戦する予定だった東本ですが、林選手の怪我の影響で、まあ、カード発表が急遽5日前ということになりました。その分準備という点では、まあ、ちょっと苦しむ部分も両者あったのではないでしょうか。そうですね、そういった試合です。対戦相手変更というのは結構選手にとってモチベーションが、ね、崩れてしまったりするということも懸念されるんですよね、はい、だけど、ね、当日試合が決まっている以上は相手が変わってもね、チケットを買ったお客さんにとっては正直し、厳しいかなり関係ないですよね。ここは右のローキック、そういうのも含めてプロって、いうことだと思うんですよね、はい、ここは少し時間が取られています。はい、再開します。さあ試合再開です。第2ラウンド右のインド払って、蹴りもある松本、左のフック、試合の距離感を支配しているのは松本選手ですね、前蹴りが面白いように当たるじゃないですか、ね、お腹の前蹴りもそうだし顔面の前蹴りもそうなんですけど、あれって、ね、やっぱ距離感をしっかり支配している方が、支配しているからこそ当たるんですね。浦部選手どうですか、東本からするとあまり得意ではないタイプですか、こういう松本みたいな。タイプ的にはどうですかね、まあ、上手いですからね、松本選手も、空手ですか、ベースは。そうですね、空手ベースっぽいですよね、基本ができてるん で空手の世界でも多分ジュニアでいつもトップクラスでやってたんでしょうね、そう上手いですよね。非常に巧みな打撃を放って、この今のも東本に打撃捉えさせません。残り10秒切っている、ね、さあ左の背景、これ強烈、バチンと音が響きました。右のフックを東本が返したところ、ここで第2ラウンド終了です。ファイト103オープニングマッチ、東本久樹対松本涼がお送りしています。さあ浦部選手、改めてこの第2ラウンドまで振り返っていかがでしょうか。はい、そうですね、ですね、まあ、気持ち的な部分で、ね、僕はもうちょい出してほしいかなと思います。さっきのローブローもそうなんですけど、はい、ローブロー蹴られたら頭くるじゃないですか、でこの野郎って気持ちで彼に蹴られるグローブタッチしてる暇あったら思いっきり蹴ろうって感じなんですよ、僕からすると。やはりこれチームメイト東本選手に対する、優しそこでなんか人の良さが出ちゃうとやっぱダメかなって、もっと気持ちを前に出していけるか東本。
いや平子さん、その気持ちという部分が出てくるとまたこの格闘技どんどん盛り上がりますもんね。そうですよね。またこれ1ラウンド2ラウンドの不利はポイントね、体でもちろん分かってるでしょうから、ここはもう前に出ないといけないですからね、また平子さん本当に18歳でもこれだけの選手がこうデビュー戦で勢いがあるっていうのは素晴らしいですね。層の厚さですよね、この立ち技の今ああいう感じですよ。ああいう気持ちの強さを出さないと、浦部選手、はい、今のまあちょっとギリギリなところではありますけれども、あれぐらいの気持ちを出していく、ちょっとダーティーに なっちゃうんですけど、はい、まあ、組まれた時に審判にこうブレイクを求めるのか、それと もう気持ちで振り回していくのかみたいな、そういうちょっとしたところで、左のストレート、だから3ラウンドいいですよ結構、そうですね、何かこう自らこの試合作っていくんだというような、そういうような力強さが出てきました東本です。さあここは少し下がりながら膝も打ってくる松本、ここは攻撃多彩です。左のフックを返す、前に出続けられるか、ね、東本選手ちゃんと前に出る圧力が出てきましたね、でもあの 松本選手がその熱くならないのが恐ろしいなと思ったんですよね、東本選手が熱くなってるのもこれ、ね、あの冷静なんですよね、無理にいかないし、だけどこういう自分のちゃんと得意な距離からの攻撃ちゃんと当ててこうスタンドアウェイをするんですよね、なかなかこの実力は怖いですよ松本選手。何か本当にこれがプロデビューなのかというようなこの冷静さ、ただこれ構えあれですね、あのアンポリキア選手に似てますね松本は。そうですね、はい、だってそれだけ多分しっかりそのチームとして、かなりの信頼関係を持った関係性になってるでしょうね、さあ左のボディで入ってくる東本、さあ前に出ながら蹴りも見せてきます。さあさらに気持ちよ、あ右のストレート強烈だ、あ浦部選手やはりセコンドから止まんなという声が響いてますね、はい、もう時間もないですからね、やっぱ手数出さないと、アッパーバッパー強烈、左のストレートから右のショートアッパーでした東本、やっぱ入りましたね、ロープを背にしてちょっとダメージがあるか松本、押し返してしかし冷静だが、ここは東本を捉えたいところです。前に出る右のアッパーで入ってくる、このアッパーに立つの右ですか、蹴り返すのは松本、そして前蹴りから、いやアッパーだ、まあ、でもここでちゃんと攻撃返せるのはすごいですね松本選手、両者チャンスは東本、しかしいや左のストレート東本、ただ打たれ強い、崩れません、左のフックが入ってくる、さあ残り10秒、さあ3ラウンド含めてどうなるか、まとめきるのは東本か、この第3ラウンド、ここで3分3ラウンド終了です。いや平子さん、オープニングマッチから本当、はい、ハイレベルな戦いでした ねえ、相当レベルの高いデビュー戦ですよね、松本の方が単純にこの腕力的なパワーでいうと東本選手に分があると思ってたので、はい、距離を詰める時間がもうちょっと早かったら分からなかったですけどね、まあ、この3分3ラウンド各ラウンドごとの判定で試合の勝者が決まってきます。判定2票以上票数が入りますと勝利となります。結果が規定の票数に達しない場合は3分間1ラウンドの延長ラウンドが用意されています。判定結果をお知らせします。ジャッジ新井30対28赤松本2ポイント差で松本に1票、ジャッジ29対28赤松本、勝者はデビュー戦の松本、プロ初勝利、3対0、キャリアで勝る東本久喜を下しました。いやこれすごいことですよ、2日前に、試合を受けてデビュー戦ですね、しかもで、2日間でライト級ってこと、もしかしたらもう1階級下かもしれないですよね、本来の階級はスーパーフェザー級かもしれないんで、ってことは、1階級上の中堅選手に勝ってしまったっていうのは恐ろしい実力ですよね。廣高選手一言いただきましょう。はい、苦しいですよね、ここ中堅どころでいいんですか、ここで勝ったり負けたりって苦しいと思います本当に、また再起期待したいです ね、 そうですね、気持ちの部分から含めて、もう
僕がまあ言うとしたらもうちょっと人生かけろって言いたいですね。さあ人生をかけるこのファイター人生、まずは勝利でスタートしたのは松本涼雅でした。